今週も懲りずにですね、この音声を聞いてくださってる皆さんにですね、討論会の前にですね、一つご報告申し上げたいことがあります。私伊集院光、本名篠岡健、いよいよパパになります。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はそれを記念しましてですね、まあ予定日は11月になるんですけれども、私の子供の名前を考えるという討論会ということで、一人ずつ、また紹介していきたいと思います。まず私の前に座っているのが、どうも、厚生の渡辺です。よろしくお願いします。そしてそのお隣が、プロデューサー池田です。よろしくお願いします。そして、私のすぐ左の隣に座っている、あなたは、ディレクターの田村です。よろしくお願いいたします。まあ今日本名、篠岡。で、一応まだ 100% は言えないんですけれども、いろいろソナー等で見た結果、まあ男だろうということなんで、名字が篠岡、名前をどう来るってことなんですよね。はい。もうここでいいの出たら採用します。本当ですか？はい。じゃあ、名付け親になれるわけですね。はい。僕が、僕は生命判断とかはあんまり関係ないんですけど、一応僕は、あんまり同じ、なんつうんですかね、ダウンが続くのが嫌いなんですよ。同じ母音が続く名前が好きじゃないんですよ。ははは、なんていうんですか、例えば、ローマ字のシールとかで名前を貼るときに、A ばっかり使ってない、僕田中なんで、僕の親とか田中隆なんで、田中隆だと A をもう5個使うんですよ。これあんまり好きじゃないんですよね。ただまあ、難しいのは今となっては、携帯とかで名前を打ち込む。こういう機能的なことも考えてほしいです。携帯とか名前を打ち込むときは、田中っていうのは割と打ちやすい。一回しか押さなくていいんで、とかあるんですけど、まあでも、僕の感覚から A はあまり、A とか I とかがいっぱいありすぎるのは好きじゃないのと、逆に今ちょっと思いついたその携帯で言うならば、同じその行からも続くとおそらく一回右ボタンとか入れなきゃならないと思うんですよ。それはちょっと避けたいですね。なるほど。あとこれだけのためなら、まあ、篠岡っていう名字がないからまあいいと思うんですけど、同姓同名僕田中健で苦労してますんで、同姓同名はその人がいい人になろうがプレッシャーがかかりますし、悪い人になるとまたそれでいじめを受けたりするんで、それは嫌です。だから例えば、名字が違っても、例えば、篠岡拓也ってしたときに、はい、その木村拓也と同じ拓也をつけるとか、そういうことだけは絶対嫌ですね。嫌だと。座りなんだよなぁ。そうですね。そういう条件結構言ってくと、また難しくなってきますよね。うん。まあ、伊集院さんが健。はい。で、まあ、奥様、美香。はい。まあ、二次ということですよね。その名前の方が。そうですね。そうですね。ひらがなで、音で虹ですね。音で虹ですね。はいはい。まあ、なんか、すごくこう、呼びやすいので、はい。お子様も虹にしてはどうかなっていう、何か。そうですね。あと漢字が、篠岡って結構難しい字で来るんで、はい、あんまり難しい字だとバランス取りづらいような気がするんですけどね。ああ。そうですね。篠岡。そうですよね。うん。例えばですけど、自分の名前はどういう由来でついたんですか？ああ。渡辺さんとかは。僕はまさし。みやびやかの歴史と書いてまさしで。まさしなんですけど、なんかうちの母が、はい、まさっていう文字をなんか、使いたかったらしい。漠然とした。ええ。わからんですけど、まさは男だろうと女だろうと使うと。おまさこだったり、そういうまさしなり、ええ、まさかずなり。そうですよ、ええ。そういう思い入れのある文字はないなぁ。僕、建築の剣で剣なんですよ。本名が。あ、人面ないんですよ、はい。で、いつも人にこう間違えて建築の剣、学校で一番最初に出来上がってくるハンコとか、ああ、建築の剣になるんですよ。それは嫌だったな。なるほど。似た感じが。だ僕の方が割と金属条件ばっかりで、その、機能的な金属条件はすごいあるんですけどね。で、ちょっとその前にまず、名前、漢字の前に響きから決めていきましょうか、読み。はい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 、はい。僕は、響き、外国人が発音できる名前。外国人。なるほど。外国人が発音できる。ええ。あんま僕は剣っていうのはそういうのが、一応、うちの父親が割とそういう立場の人で、
響きとしては外国人が発音できない響きはダメっていう決まりなんですよ。はは、国際社会で出た時に名前がすごく読みにくい名前はダメ。はい。だからわかんないけど、ヨーとかはいいし、ケンとかもいいし、まあ、例えばジョーとかも全然いいんですけど、ただまあジョーなどかっこよすぎて僕はダメですけど、そういうなんか外国人が、結構あれですよね、あの池田ディレクター、プロデューサーはニューヨーク長くいましたけど、外国人って苦手な発音ありますでしょ？ええー、ありますね。光るとか言えないでしょ？光るとか言うでしょ？そうですね。R が入っているとですね、はい、その日本語のそのラリルレロが言えないものですから、うん、R は必ず舌を伸ばいてしまうので、R が入ってるとダメですね。ダメ、ダメ。そうなんですか。光るとか逆に言いやすいのは何ですか？やはり、母音が入ったもの、あ、い、う、え、お、は、英語でも、このままのあいうえおの発音なので、はあはあはあ、まあそこに、はあはあ、まあ、L と、L はまあ、ないですけど、とにかくラリルレロ、L もしくは R の、っていうのが来ると、ダメです、ね。それダメだなぁ。まあ、もちろん縁起の悪いもんじゃダメですけどね。田村ディレクターは名前の由来は？ですね、僕はですね、実は知らない。聞きません普通、親になんで僕の名前は何なの？いや聞いたんですけど、なんか近所のお坊さんにつけてもらったっていう。ああ、で、なんか結構難しい意味合いみたいで、ちょっとうまく親も説明できなかったみたいな。本当に意見として今日参考にならないですね。池田ディレクターの字も読み、池田プロデューサーの字も読みにくいですよね。私は、その、まあ、食卓の卓、まあ、江川卓のすぐるに、生きると書きまして、はい、普通は卓王でしょ。卓王なんですが、これで高尾って読むんです。絶対ワープロソフト変換できないですもんね。それもダメですね。ダメですね。できないです。ワープロソフトで一発変換、必ずできない。なるべく一発変換の方がいいなで、こう電話とかで下の名前が聞かれた時にこう一言で言えないんです、はい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 、それもダメな気健康の件とか、はい、建設の件とかそういう言い方ができない、そうだよな、それが分かりやすい方が良くて、いいで始まる名前ってないよね、名前の方でないですね。一郎とかまああれなんだろうけど、でも一郎とかも R 入るけどやっぱ言いづらいは言いづらいの。一郎って言ってませんか。一平とかですか。一平は古いでしょ、名前のセンスとして。で、一郎はもう絶対ダメだよね。ダメですね。もう一郎は絶対ダメでしょ。だって、プレッシャー感じ続けていけないんでしょ。うん。絵もなさそうだよなぁ。そうだ、ね。あ、栄一とか、ああいう長い名前だね。栄一郎とか。あとですね、母音が2つ続くのも、ダメ。厳しいです、ね。言いづらいな。言いづらいですね。はははは。栄一ってなると。そうね。まあ、同じ母音が2つって言った方がいいんですかね。うちの兄貴はヨウっていう名前なんですけど。はは。だからこれはね、ようは言えるはずなんですけど、ええ、ローマ字で書くと言うになるんで、みんなね、言うって、その外国人の人呼ぶんですよね。これ意外な盲点で、確かに。名前を外国人にめちゃくちゃ間違えられるんですよ。はぁ。そうですね、日本語だと母音続いてもそのままの発音しますけど、うん、英語だと、言うだから、ダメですよね。日の丘。今聞いてらっしゃる方にもし、今言ったような禁則条件を守った上で、いい名前が思いつく方がいたらですね、おはがきメールとは結構です。なぜなら子供ができたって嘘なんで。え？いやいや。嫌だし。お父さんとか。いや、喋ることがなかったから。けど今英語の発音とかその辺でっていうので真剣にみんな考えたわけです、これも真剣に言ってはいる過程でね、嘘ですか、嘘ですよ、嘘じゃダメなんですか、じゃあ今からまた、じゃあ神様はいるのかみたいな話する、
や、嘘でいい。嘘でいいでしょ、別に。はい、嘘でいい。嘘だから、ね、基本的にはね。嘘でもなんとかなるね、意外にね。なりま